ここから1コーナーまでのわずか何秒って駆け引きがこのレース全体を大きく左右するってこともあり得るぜ。バトルの立ち上がりで先行できたことは確かに有利なスタートには違いないが、ことはそれほど単純じゃないんだ。このスタート地点から第一コーナーまでのフル加速区間で相手に与えた情報量はでかい。ゼロ発進加速は車のポテンシャルがはっきり露呈するからな。一歩引いた位置からじっくり観察すれば86の戦闘力は丸裸だ。絶対的なエンジンパワーは優に及ばず、回転の上昇に伴う出力の特性からギアのつながりまで、こっちの手の内を全て見せたからにはプロ相手に駆け引きで勝つチャンスはまずない。駆け引きがダメならなんで勝負するんだ。ドラテクはいくら藤原でもテクニックでプロを上回ることは無理だろう。かといって車の戦闘力にもアドバンテージはない。俺の見たところ敵の EK9 に欠点は見当たらない。パワーだけでも藤原の86と同等か、もしくはそれ以上。そんな、それじゃあこれは初めから勝つ見込みの全くないバトルなのか。凌介、藤原にはプロのドライバーにも劣らないものがあるんだ。俺はそれにかけて圭介でなく藤原を起用した。負けると決まった。見通しが悪く狭かった道路がここから急に変わる。拡幅工事が終わった新設の第二セクション。見た目は綺麗だが路面はひどいもんだな。アスファルトの継ぎ目がバンピーで跳ねまくる。かなりパワーは出てるようだが、86の古いサスペンションでどこまで踏んでいけるかな。バンピーな路面に吹っ飛ばされてもきちんとコントロールはできてるってわけか。まあ下手ではない。足も86にしてはよく仕上げてあるが、苦しさは隠しきれないぞ。わからねえ、こんなバトルに一体何の意味があるってんだ。こんなところに俺の探してる答えなんてあるもんか。ハイポイントコーナーを通過した。ここからはきついダウンヒルの第3セクション。どの辺まで付き合うか、この86に。そんなに長くは付き合えないぜ。こっちもプロとしての対面ってやつがあるからな。バカバカしいぜ。これ以上は時間の無駄だ。こんなところに答えがないことはやる前から分かりきってたことだ。自信を持って終わらせてやりゃいい。この86の前に出てしまえばそれで終わりだ。突っ込んでくるぞ、4連スネークヘアピンに。
橋の手前でこのコースの最高速を記録する。素人にしてはまあまあだったな。この橋を渡ると上りだ。車のパワーが足りなければついていけない。頼むぜ八六、お前の心臓が頼りだ。食いついてくるがちょっとした珍事だぜ。ストレートの速い FD に対応してこのコースでトップスピードが出るポイントにギア比を合わせたことがここに来て裏目に出ている。ヒルクライムの低速コーナーにギア比が合っていない。相手がターボならこれでも対応できるんだが、まさか86を出してくるとは。これは確信犯だ。向こうのリーダーは頭がいい。ダウンヒルでは目立たなかったがヒルクライムではよくわかる。後ろの86の方がギアのつながりがいい。俺が2速で回るコーナーを向こうは1速を使っている。だがそんなことよりもこの86は抜かれてから確実に集中力を増してきている。よくついてくるもんだ。昔の自分を見ているような気分だぜ。このままじゃ絶対にスペースを空けてもらえない。どうする？見えなければいいんだ。さっき俺がやられたみたいに相手の視界から消えればやってみるしかない。いない。八六がミラーから消えた。これは俺の車の音じゃない。いるのかそこに。なんだと。やられたぜ。ついさっき俺がやってみせた消えるラインの応用のつもりか。一度抜いた車に峠で抜き返されたのはこれが初めてだぜ。だがこっからは遠慮しねえぜ。来たぞ。八六が前にいるのか。スネークヘアピンの4つ目で行く。見せてやるよ。過去のレースではこんなパッシングもあるってことをな。スピンさせるほど強くは押してない。相手の姿勢を一瞬崩してやるだけだ。悪く思うなよ。これぐらいあっちの世界では日常茶飯事だぜ。またそれかよ。同じ手は二度と食わないぜ。
八六がついてこないぞ。なんだありゃ、八六がライト消して走ってやがる。ねえ、八六のヘッドライトが消えてる。いる、ついてきている。ミラーには映らないが確実に後ろにいる。冗談じゃねえぞ。こんな真っ暗な峠道をヘッドライトを消したままで走り回れるのか。テールランプを見ちゃダメだ。見るのは前の車のヘッドライトが照らす道路。それをイメージに焼き付けて、凌介さんが教えてくれたラインをなぞることだけに集中するんだ。参ったぜ。ここまでやられちゃうな。すげえよお前は。だがこの最終セクションにはもう追い抜きのポイントはないんだ。勝つのは俺だぜ。ライト消えてんだ。すごいな。そこまでは教えていない。藤原のオリジナルだ。俺が藤原にかけていたものはこれだ。追い詰められてギリギリの状態で覚醒し進化するもの。ゴールはすぐそこだ。勝つには勝ったが諦めないぞ。隙があれば絶対行く。